みゆ、行くぜ。オーケーよ、そうすけ。チェンジ、チェンジ、チェンジ、レッツゴーオン。じゃあまあ質問もね、みゆからみゆめっちゃ来てて、実は、うんうんうん、ありがとうございます。っていうか、すごい質問の数すごい、本当にめっちゃ来るやん、みゆちゃんと思ってて、結構その厳選したんだけど、うんうんうん、じゃあまずその撮影でやっぱ一番大変だったこと、結構これみんな聞きたいみたいで。寒い時はほんと寒いし、寒い、暑い時はほんと暑いから、しかもさ、めっちゃショーパンじゃん。そうね、だからそれは結構日焼けもするし大変だったかな、うんうんうん、汚いところも行くし、結構、うんうんうん、でまあ水落ちもするじゃない、うんうんうん、で今の私だったら結構無理かも。今結構潔癖だから。そうなんだ。まあ仕事だったらできるかもしれないけど、うんうん、多分ウェットティッシュとか持っていくかも。え、だって当時、待って、具体的な話数とかある、この敵の時のこれめっちゃきつかったなとか。なんかさ、倉庫みたいなとこ行かなかった。それ高崎金属、ジャンボエールの、あああの消火するところでしょ。あ、そう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 、高崎金属で多分兄とさ、なんかこれ抱き合ったシーンかな。あ、そうそうそう、はい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 、あそこは他の作品でも結構行ってるんだけど、うんうん、もうすごい埃が、はい、すごいね、あそこはね。で終わった後鼻かんだりすると黒いから、真っ黒真っ黒だから、そういうとことかは結構大変だったかもね。確かに、あの話は確かにね、大変だったよね、うん、なんかね、あれはお互い大変だったと思うわ、うん、なるほど。だスーツアクターの野川さんとのエピソード。野川さん、なんかね、最近あの部屋を掃除してたら、うん、野川さんからあの終わった後にもらった手紙が出てきて、それでまた泣いちゃったけど、めっちゃいいコンビだったよね。そうだね、うん、なんかいろいろ教えてもくれてたし、多分野川さんがちょっと怪我をしちゃって復帰したのが多分シルバーだったのか、はいはいはい、彼女的にもその思い出のある役だったから、改めてやっぱ見て感動して泣いちゃったね。すぐ泣くもんね、なんかね、それもね、私割と感動するので泣いちゃう。すぐ泣いちゃうもんね。本当にお姉ちゃんみたいな感じだったし、本当に私に多分合わせてくれてたから。なるほどね。そうか。あ、これちょっとさっきだちょっとだけ話してたけど、15年経った現在の安久くんの印象はこれどうなの？印象、だってあれから15年ですから、そりゃ、はい、痩せた。いやマジ聞いてくれ。これも今出たから言うけど、俺ずっとアンパンマンって呼ばれてたのマジで。でしかもアンパンマンじゃなくてパンパンマンって呼ばれてたのマジで、ずーっと。でもこれはいけないこともある。2チャンネルでポチャレットって書いた人がいけない、マジで。そこからだ、神話かなんかがヤスなんかポチャレットって書かれてたよみたいなことがあって、そしたらみんながちょっとずつ俺の下半身が大きいことに気づき始めて、ミュウがそれを率先してアンパンマンだからねとかなんか言うようになったりとかして、俺はそれに対してなんかムカついてたイメージめちゃめちゃあるもんね。普通に確かにすげえくだらないことで喧嘩してるわ、そうやって考えたら。なんか太るの嫌なんだなと思ってた当時。そのなんかウーロン茶飲んだりとか、なんかバナナダイエットしてたりとかなんかしてたけど、なんかなんかしてる割になんかめっちゃ食うやんと思って。でもね、知ってる、言うけどミュウも割とぽっちゃりしてたんですよ。だからしてたね、ほう、若かったの、10代だったからね。そうで、ここって言うじゃん、これ自分は10代だったからみたいな。あんま変わんないから、19年は22、3つしか変わんないんだからさ。それでさ、ミュウはなんかそうやって俺にめっちゃ言ったりとかするわけじゃないですか。でもさ、俺が例えば、いやミュウだってちょっとぽっちゃりしてるじゃんなんて言おうもんなら、周りがすごい言ってくるの分かるから、俺言えないんですよ、これを。なかなかずるくない？だからミュウだけずっと俺に言うの、パンパンパンだねみたいな。確かに女の子に言うのがあれだったんだね。そうでしょ、うん、そうだから、そこは俺も分かってたからあんま言えないからさ。ほんとオープニングのあのパンパンの顔のやつはもう取り直したかったな。マジ1年間ずっとあれだったから。いいじゃん、これいいじゃん、よかった全然これ普通に嫌なんだ。はい、で、じゃあ次。はい、ちょっと待って、次じゃないの、それだけ。逆にそれだけもっとあるだろう。え、なんだろう。15年経った、15年経った古原康久ですよ、あの時と今。変わってないもん、一番変わってないもん。変わってるわ、いや変わってるって言った。赤消えないで。何が？
傘着れないで、これだから着てるんだよこれだから着てるんだよそうだね、そうかも、うん、なんか変わってない、本当に、まあ、一番変わってなくて、だからこそ安心するかも。だからみんなもそうだと思うよ。確かにエビちゃんが最初ね入ってきた時に言ったのそれだったもんね。あまりにも変わってなすぎて置いてきちゃったのかなって思ったみたいな言ってたんだよ。そうだね。ちょっと待ってね。俺めっちゃ今時が止まってんじゃないかって思うぐらいそのままだから。いや、そうそう、俺なんか置いてきちゃったんじゃないかな。何を俺、エビちゃんが俺を、そう、でもいいと思うよ、今のままでいてほしい、このままずっと、うん、だって大人になってる部分は確実にあるから、私もそうだけど、どこ年ねえじゃねえかよねえじゃねえかよ、全然現場にはまあすぐ馴染めたかっていうのは、これは割とどう、馴染めたと思う。うん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 。で、多分エビちゃんとかがすごい話しかけても来てくれてたし、うんうん、でやっぱ一緒にいる時間も長かった。結局さ、そのウィングスとゴーンジャーで別々に撮ってたりするけど、うん、ロケバスの中では一緒だったりするから、そうだね、うん、なんか割と早かったとは思う。俺も全然なんか馴染めてないみたいなのは全くなかったね。喧嘩するまではめちゃめちゃ長かったから、そう、うん、エビちゃんが間に入ってきてからよりなんかみんなとつながったって感じ取ってたって言ったら、最初はどうしてもねやっぱ2人のシーンとか多かったから、うん、そう、確かにそう、全然なかったの、それは、うん、はい、あ、セーラー服の回はお前ら許さんぜよって言ってなかった。そう、あれね、かっこよかったね、あれね、うん、あれが多分ミユの回だった。ビンバンキと魔法ビンバンキ、そうそうだよね、あれめちゃめちゃよかったね。あの時は1人の撮影が多かったね、割と寂しかったんじゃない。スケバン、ね、スケバンだったから、でも結構進んでからのあれだったから、うん、そんなに現場的には別に緊張もしてなかったけど、うんうん、なんかやっと自分の会ができるっていうのはちょっと嬉しかったかも。セーラー服でもメガネかけてね、似合ってたよね、普通にね。だから長いかったよね、そのスケバンのあれだったから。もともとさ、高校の時はさ、どんな制服だったの。高校はセーラー服ではなかった。あ、じゃあ初セーラー服。いや、あ、中学校の時はセーラー服着てたけど。へえ。でも短くしたりとかはしてないから、私なんかさ、めっちゃ意外だよね、めっちゃ一番してそうじゃん、本当にファッションリーダーみたいな感じでさ、なんかみんながミュウちゃんの真似するみたいな感じあるやん、ちょっと。どっちかっていうとお嬢様っぽいのが流行ってたから。あー、そういうことか。なんか コンソックスに、まあ、そこまで短くしないで、はいはい、清楚系が流行ってたかも、うちは。もちろんギャルもいたよ、ルーズソックス履いてる子もいたけど。そっちじゃないんだね。私はルーズソックス履いたことなかった。あ、本当、うん、マジで意外だわ。はいはい。じゃあやっぱみんなこれ聞きたいんだろうね、うん、兄との特になんか思い出深い話とかありますか。思い出深い話、でも本当にたくさん助けてもらったんですけど、うん、精神的な支えだったかも。ああ、兄は、うん、せっかく血のつながってる兄弟をさ、やってるわけじゃない。だから兄弟らしい風に見せるにはどうしたらいいとかっていう話も結構して、だ結構なんか頭撫でたりとか。 あったね。そういうのも結構徳山さんが言ってくれてそう、マジで私からは言えなかったから。言えないよね、そんなの。そう、でももうシスコンブラコンすぎない、うん、ね、だってさ、10周年の時なんてさ、ミユみたいな感じでさ、バチコーンみたいな。あれも、じゃあ、あのもう思いっきりやってねって言われたから、思いっきりやった。生きてるんだろ、さっさと連絡しなさいよミユみたいな。あれがまさかさ、であそこに疲れると思わないよね、宣伝にね。いや、確かにさ、本当に助けてもらったな。インタビューも一緒に受けることも多かったし、うん、その時も本当何気ないことで助けてくれる、うんうんうん、あのこういう話あったじゃないとか、例えば、はい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 、ピリピリしてた私も、うん、なんか見守ってくれてた。なるほどね。感じがする。なんかさ、俺と喧嘩した後もさ、愚痴とかやっぱ兄に結構言うの。兄に言ってた。言ってたんだ。兄大変じゃん。ゆみちゃんプンプンしないって言われて、プンプンしたらそれが周りに伝わるから、うん、ほっときなさいって言われた。兄、ありがとうございます。
いつも俺との喧嘩のね、お尻を兄が拭いてくれたんだね。なるほどね。しないよって言って。いやー、面白い。俺の知らないところでいっぱいあったんだな、そういうのね。はいはいはい。でもこれすごくない？これ撮影中は古原さんを嫌いだったんですけども、すごいすごい。で、その後どうやって関係を修復したのですかって。じゃあこれちょっと改めて、これだから兄弟喧嘩じゃない？多分、うん、そうだよね。別にさ、仲悪いけど別に次の日現場行ったら別にちゃんと仲いいからね。そう、なんかずっと嫌いとかでもなかったし。だからあのさ、記事が良くないって絶対に。あのさ、文春さんが出た後すぐにさ、ミユがコラボゲストで来ますってなった時に、ファンの人一瞬頭バグったらしいんだよ。え、ちょっと待って、あ、仲悪いんじゃないかみたいな。そう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 、どういうことみたいな、はい、だから一部のファンの人とかでは、あの文春が出たから、うん、古原エセスタ TV にそのミユが来ることを諦めた人すらいたの。へー、あ、もう来ないんだみたいな。あ、仲悪いと思って。なんかでもあれも事務所を変わったりとかして、うん、今までのその、まあ、芸歴20年以上なんだけど、はいはいはい、そのいろんな話をしていく中でちょっとポロッと出た話で、うん、ちょっとポロじゃなかった。割とゴロゴロしてたけど大丈夫？割とポロポロって出たやつがなんかバーンみたいになってたから。割とちょっと待って、これちょっと待って、一回これ記事確認しようで、一回記事。まあでも遅刻してたのは事実じゃん。ちょっと待って、まだ言うな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 。そうだよ。もう最初の方からちょっと読んじゃうね、これ。2008年放送のエンジン戦隊ゴーオンジャーのこの須藤美優ゴーオンシルバー役でも知られている、まあこんな杉本由美さんなんですけれども、過酷だったという戦隊作品の撮影からレッド役の古原靖久との喧嘩バーン。いやもうタイトル、え、何これ、もうタイトルじゃんみたいな。もう2016年のグラビア引退、そして結婚について明かした。待って待って、三部構成の一章なのよこれ。待って待ってと。そう、次のページ見てこれ。レッド俳優役にイライラ、最後の最後の事件が。待って、もうさ、でもそれは私が言ったことじゃないから、そのインタビューアーさんがそう感じて、ね、その書いたことだから、私が言った言葉ではない。言ってますけど大丈夫ですかこれ本当に。はい、私の演じるシルバーは追加戦士で、まあ、女性っていうのも初めてだったんだよね。そう、はい、シルバーもね。でこれであんま覚えてないんだけど、それが羨ましかったのかわからないけど、この車の中で2人で待機してる時に、俺が女性っていいよね、男は競争が激しいからって言ってきて、いや知らんがなと思ってって書いてあったけど、そうそうそう、俺これさ、マジで覚えてないんだ。覚えてる、覚えてるの、うん、2人だ。なんかね、多分いっぱい喧嘩してるからか分かんないけど、もうどの内容で喧嘩したのかとかあんま覚えてない、正直、うん、何で喧嘩したのかあんま覚えてない。私はそれが割と最初の方だったかな。あ、そうなの。結構遠くにロケに行ってる時で、なんかたまたまバスで一緒になってて、その、うん、なんかそういう風に言われてイラッとしてって徳山さんに言った気がするそう、すぐイラッとしますから、ね、当時のミュウちゃんは。そう、そうだよ。でもさ、お互いがさ、多分ね、性格きついんですよ、割と、うんうん、はっきりしてる、はっきりしてる。だから、結構お互いなんか折れないというか、ミュウと俺が喧嘩すると、うん、普通さ、どっちかが折れたらいいじゃん、うん、なんなら多分俺が折れろって話だと思うんですよ。だけどなんか悔しかったんでしょうね、多分ね、うん、今思えば、うんうんうん、いやもう本当に今思ったら早くね、ごめんみたいに言っとけばよかったって思うんですよ。だけど当時はできないわけですよ、それが、うん、俺あんまりさ、振り返らない主義だから、ね、ずっともうゴーオンジャーと一緒で前しか見えないエンジン戦隊ゴーオンジャーだからさ、あんまり覚えてないよ。でもそんなに、うん、膨らまして言ったつもりないから、まあすごいよこれ、多分面白いと思ったんじゃない。もう1ページにわたって彼もブワーってなんかヤフーにもトップになったらしい。そうだから、俺はこれ面白いなと思ってたまたまね、ミュウとのコラボが決まってたから文春の記事と一緒にミュウとのコラボ決まりましたってやったら、みんながえ、めっちゃ仲悪いはずの2人が、はいはい、え、コラボするのみたいになって、フラワラさん、これはもしかしてこのあのミュウさんが出演するっていうのを、うん、あのみんなに目につきやすくするための炎上商法ですDM が来たりとかして、いやいや、まあそうだね、まあもうそういうことにしてんだけど、僕はそうで、もう一個あったんですよ、うん、で、私は彼のちょっとだらしないところにイライラしてたんですと、はい、で、遅刻も多かったですし、自宅部屋から朝出発するロケバスに降りてこないとか、はい、レッドなんだからちゃんとしてと思っていて、はい、みたいな、はい、私はその時撮影に加わったばかりで、私の一体何を知ってるのと思うと余計に笑ってくれて怒って車出たの。出た気がする。本当、うん、ええー、なんかどこか覚
覚えてないけど、うん、とにかくなんかね海が見える崖みたいなところにドラマじゃん、ドラマじゃん、ウガッツがいっぱいいたシーン、うん、あ、そうなの、うん、どこだろうな、めちゃめちゃ覚えてるね、うん、覚えてる、俺割とご本じゃないことさ、めっちゃ覚えてるつもりだけど、うん、そういうことは多分忘れちゃってるんだろう、はいはいはい、ね、まあこうやって15年経って本当にすいませんでしたと、はい、そんなことない、こちらこそ話しちゃってすいませんでした、でもねちょっとねこれ一個だけ言いたい、なんかねミュウってめっちゃ可愛くって、この記事が出る前にさミュウがヤスーって電話かけてごめんみたいな、そうなんかねほんのちょっと話しそうだったんだけれども割とヤスが悪く言われてるかもしれないみたいな感じで言ってて、だからそれでもさ言ってくんのってめちゃめちゃ偉いなと思って、でもねミュウってなんか昔からちょっとそういうところあるじゃん、自分がしたこととかに対してはちゃんと悪いって思ったらさ謝ったりとかするし、だからなんかそういうところを俺なんかすごいなって思うわけ、でもさ、偉いよね、ちゃんとそうやって言うっていうところがね、まあ、でもやっぱり大切な仲間だからじゃない、うん、いやもうじゃどうでもいい人だったら言わないけど、偉いわ、本当にだから、そういったところも俺はすごい好きなんですよ、なんかこうやってまた舞台とか共演したら喧嘩するかもしれないなんでだよ、やだよもう喧嘩すんの、喧嘩っていうか、もう喧嘩したくないわ、マジでもう一番喧嘩したくないんだから、本当はそう、はい、ということで、はい、ありがとうございます、はい、やっぱりさ、ゴーンジャーもなんか、ある程度空白期間があったじゃん、あー、まあそうね、そんな頻繁に会ってない時、うん、お互い多分すごいみんな終わった後忙しくなっちゃって、うんうん、で、そんなに連絡も取ってなかったし、うんうん、まあ LINE ももちろんなかったし、当時なかったね、10周年やるっていうきっかけかな、それが多分一番かも、まあ、確かにそれもあったかもね、うんうんうん、それまでも会ってなくはないけど、そんななんかお互いそれぞれ頑張ってたって感じだったから、うんうん、確かにね、だからそこから急激にやっぱりお互いいろんな経験を経てまたより強くなって、もなんか仲良くなったっていう感じはあるかな、うんうん、確かにそういう感じだよね、うん、だって俺もミュウってずっと呼んじゃうんだけどさ、ユミ、うんうん、って呼んだことなんなくない、俺ないと思う、ね、毎回みんなにまだ役名で呼んでんのって言われるんだけど、うんうん、私はヤスが多いから、そう、リナになんかまだミュまだなんかユミちゃんのことミュウって呼んでんのみたいな、でもたまにユミもミュウもなんかどっちもよく分かんなくなっちゃってそう、ね、いやいやみたいな、照れくさいでしょユミはもうかな、だってユミっていう人いないんじゃない、ユミちゃんは多いけどね、ユミちゃんか、あとうすいくんはユミネー、あ、ユミネーだね、ユミって呼ぶ人いない、いない、あれは兄はなんて呼んでんの、ミュウって呼んでんの、ユミちゃん、ユミちゃんなんだ、うん、確かにユミって呼んでる人いないわ、ユミとは呼んでないか、ユミって、確かに呼ばないわ、なんかユミって言いづらいわすごくなんだろう、なんでなんだろう、すごい距離が近く感じるんじゃない、ユミって、そう、ミュウの方が近くない、ユミって逆になんか遠く感じるんだけど俺、あれこれ、なんか何の違いだなんだろう、うちの両親もユミちゃんです、ユミちゃんなの、はい、何みんなにユミって呼ばせないようにしてんの、いやそんなことないけど怒られる、特別な人にしかユミって呼ばせないみたいな、いやそうでもない、徳山さんのことも俺徳山さんって呼ばないんだよね、兄って呼ぶじゃん、ああそうで、なんかたまに LINE でさ古原徳山さんだからみたいに言うじゃん、うんうん、でも呼べないよそんな今さら徳山さんなんてあ、私も徳山さんは無理かも、無理だよ、ね、兄は兄かも、兄でしょ、うん、やっぱそうなるよね、新和くんもやっぱ兄になっちゃうしさ、確かにね、兄の方が近く感じるかもでしょ、うん、だから多分俺の中で役名が多分一番近いんだよね、うん、だからユミってなんか呼びづらいんだよな、多分、うん、それはあるかもね、普通に、はい、ということで、まあ、最後何の話終わったのかよく分かんないんですけれども、まあこういった形でまあね、みゆちゃんが来てくれたんですけれども、みゆちゃんなんか最後に、まあ、ちょっと言い残したこととか、これだけ言っておきたいみたいなこととかありますか、何でもいいんですけど、20周年できるように頑張ります、確かに20周年はね、もう本当にやりたいそこはまず体型維持なので私は、うん、課題としては太ってないじゃん別に、いやでもやっぱり女性って変わってくるから、うん、あのホットパンツが入るようにしておきます、え待って、10周年の時全然入ってたでしょ、入ってたでしょ、でも入ったって言ったけどね、あ言った、あ言った、うん、なんか例えばさ、今さ30代になったじゃん、うん、なんか変わってきたことある、俺なんもないんだけど、え俺なんも変わんないマジ、疲れとかは疲れない
マジで、あんま疲れ、なんかね、多分ね、俺ね、これ、あ、言ってないんだけど、あんま疲れないんですよ、俺。ということで、皆さんね、今日は、まあ、みゆちゃんにこんな長々とお話を聞いてきたんですけれどもね、はい、ということで今日は、須藤みゆ役のゴーンシルバー、杉本由美ちゃんでした。ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価の方、よろしくお願いします。